はい、皆さんこんにちは、ワナリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使、PSO 版の方の信長プレイ続きをやっていきたいと思います。で今はですね、今川攻めを行っていて、まさに飯野屋を攻略した直後になるんですが、この後は犬以上をめがけて、さらにはね、遠江の方まで兵を進めていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。あとは岩村、内木、この辺りにもね兵を出していきたいなと思いますんで、兵糧が、3月なんで今一かなというので、ちょっと状況を見ながらねこの後の動きを見ていきましょう。ヒクマに行くか犬に行くか、まずはヒクマかな。ヒクマの方に信長の軍勢、これを行軍させて進めていきます。そうすると吉本の1万3000と激突することになります。数的には問題がないかなと思います。兵糧を要求していたところに関しては兵糧が入ってくるので、代わりに同盟を結ぶというのは全然ありです、ね、報告いたします。でさらにね兵糧が欲しいんでガンガン兵糧を狙っていきたいんですが、ここは真下長森に前田利家、あとは庭長秀か定勝かというところなんですが、ここはね村井定勝よりも庭長秀の方が圧倒的に数値が大きいので庭長秀の方を採用しましょう。で堀直政からは金山開発が入っています。で秀吉からは外交交渉有利が来ている。両方とも欲しいね、内容的には。まずは交渉の極意を入れます。で合戦系も欲しいんですが、足軽の徴用、足軽の防衛速度が上昇する、これは欲しいですね。まずはこんなところかな。農業系もね136、軍事も215と溜まっているんで、ガンガンやっていきたいんですけどね。馬防策も入れとく。このあと武田と合戦っていうのはあまりまだ想定したくないところなんですが、武田の騎馬隊とね一戦構えるとなると、おそらく騎馬隊が多いんじゃないかなというのは、想像簡単にできますからね。ではまずは交渉どころで言うと、武田とはねできるだけことを構えたくないんですが、どうにもならないんで、そうするとだ、交渉どうする。旗の家に対しては従属させるというのも変な話だしな。ちょっと一旦外交の状況を確認しておきますか。実は僕も久しぶりというのもあるんで、外交状況を確認しておこう。信長と外交しているところの勢力でいうと足利でしょ、あとは筒井、浅井、あとは畠山かで、敵対しているところでいうと今川だよね。武田と一戦構えたくないからな。あと鈴木もどう対処するか、三好もどう対処するか、ちょっと悩ましいですが、まずはやっぱり今川かな。今川を削った後に最終的に武田とどう折り合いをつけていくかっていうのを考えますか。そうなると内液城に出兵しておきたいですね。まずはそのためには岩村城からかな。岩村城の方に兵36,000、柴田勝家、これを出しましょう。進むぞ。忠勝が相手になるけど、さすがにね10倍の兵力を集めるんで、ここは干渉できるはず。いや干渉しなきゃいけないかな。まだ死ねぬのでな。忠次とか直虎とかこの辺りは味方に引き入れたいんで、一旦は解放する。ちょっとね敵として再び現れるのは嫌なんですけど、さらにじゃあ信長の軍勢を先に進めましょう。行くぞ。これを犬以上にするとね、武田と国境を早速接する部分が増えちゃうんで、掛川城に出陣する兵を進めましょう。
で岩村城を攻略したら苗木城は攻略せずに一人たりとも逃すな。といきなり武田か。武田の軍勢も敵の方には加わってるね、今のを見る限り。使いの者が来たようです。畑野家より交渉の申し出、織田家への従属の申し入れ、うん、これは全然 OK だな。で敵の総大将は誰になる。忠勝で信玄も援軍で来るんだな。危険な香りがするけど、まあまずは参る。掛川城まで兵を進めてからだな。出陣する。で義元の方から、報告いたします。一旦兵を引きたいですって言ってくるのを待ちますか。あとは並行して交渉で、今側には講和の申し入れをしとこう。まあ、なんて言ってくるか分かんないですけどね。掛川を落としたタイミングぐらいでちょうど交渉の使者がたどり着くんじゃないかな。不義の戦で世を乱す者、我が義の刃を。で三好が兵を落としたわけだな。我が領内に敵が迫っております。四季山に長吉の部隊5万5400、厄介だな。三好に対しては一旦馬木を申し入れたい。しょうがないな、これが効かないとなると、四季山に兵を集めるしかないね。23,200、戦場の上限は15,000なんで十分に勝機はあるな。秀吉の数15,000でしょ。そうするとこれでなんとかなるかな。秀吉隊の主力、あとは滝川隊、井伊直盛隊、この辺りなんとか迎え撃つしかないですね。戦場の上限はもう一度確認しますが15,000なんで、直接指揮を取ればなんとかなるかなっていうところですね。あとは兵糧が持つかどうかです。受け入れよ信長が作る新しき世。かたじけない。なので一旦もう信長は騎乗させよう。戻るぞ。で勝家ももう騎乗させよう。ここはね兵糧の消耗を抑えましょう。でそうこうしているうちにおそらく吉本との講和、今川との講和が成り立つので、戦場を機内四季山に戻します。いやなかなか厄介なことしてくれるよ本当に。でここで三好側のイベントが始まりますね。ちょっとじゃあここはせっかく今三好と開戦中なので見ていきましょうか。まあ、ちなみに日本の福王っていうのは三好家の志、大使にもなってますからね。
さて、長吉亡き後の三好との決戦ですが、ここは負けられないのでしっかり勝ちに行きましょう。報告いたします。であとは兵糧がやっぱり不足してきているので、まずは兵糧を買っておきます。ちょっとでもね、兵糧の補給が欲しいので兵糧を買って、 あとは鉄砲も買っておきましょう。でさらに、神前ですね、できるところには神前を送っておきたいな。朝倉、どう、山名だな。同盟可能なところまで秀吉を派遣しておく。でその他で言うと、どうだ、赤松にも同盟可能なところまで原因を送ろう。さらに別所にも同盟可能なところまで、秀長を送りましょう。あとは鈴木はこの後決戦に及ぶので泳がせておいて、長尾家とは同盟中なのでこのままですね。で武田ともね、この際同盟を結べるところまで一気に引き上げたいので定勝を送りましょう。よし、これで内政面は問題ないかな。問題はこの信貴山の戦いでしっかり撃破できるかどうかだな。待機いたします。で敵はどこに向かってくるんだ。信貴山はそうか、松永久秀が独立してるね。となると三好はどこに行くんだ。飯盛山に向かうんだ。飯盛山は秀吉の決戦兵力を応援させて先に回り込むか。出陣します。でさらにちょっとねターン進めちゃいましょうか。で松永久秀とどう対応するかっていうのをちょっと考える必要があるな。ここは自ら指揮を取りましょう。確実に勝ちたいところは、しかも微妙な状況の中では直々に指揮を取った方が確実ですからね。敵の方が持ってるんだな、一応。いわゆるここはお任せあれ。陣は敵が持ってるんで、陣を潰すところからになりますね。そうなると後藤隊をキワキワに始めるぞ。合わせておいて、ゲチを始めるぞ。陣を狙いましょう。ゲチ、ここも藤方隊をキワキワを這わせて陣を取りましょう。で残りの部隊は川に沿って布陣していく。始めよ、ゲチ、始めるぞ。ご命令よ、始めるぞ。覚悟しておけ、ゲチ。まあ、敵の方がね、圧倒的に有利な状況にはなると思うので、まあ、そこをどうカバーしていくかということになると思います。始めるぞ。行くぞ。敵味方ともに鉄砲隊がね何人か入っていたはずなんで、味方の方は実松隊だけが。で敵の大将はまあどうするかっていうところにはなるんだけどな。敵兵は見つけたね。そうなると内藤隊、実松隊はどこにいる。ご命令を。実松隊はここだな。始めるぞ、ゲチを。始めよう。敵は動いてこないね。まずは策があるものがいると、兵の回復というか兵を待っているかというか、そういったところからですね。まあほっとけば兵が増えますからね、敵の方は。ゲチを、覚悟せよ。ご命令を、始めるぞ。ゲチを、始めるぞ。ゲチを、始めるぞ。の居所など知れておりますな。
ゲチオ。まずは陣を潰して潰して潰して回ろう。ゲチオ。策がございます。策がある者がいると。策がございます。ゲチオ、みんな気合を入れろよ。覚悟しておけ。このままでは策がある者がいるとのこと。ゲチオ、始めるぞ。ゲチオ。始めよ。さて、味方を都会させるかどうかだな。あとは秀吉の部隊はちょっと前に進めて敵を攻撃しましょう。命を始めよ。お命令。覚悟しろ。時には大胆に攻め込まねばな。敵の居所など知れておりますなら。今は引こう。やりたい。はい。策がある者がいると。そしたら実松隊を秀吉が後ろを突かれるのは面白くないので割って入りましょう。鉄砲隊なのでちょっともったいないですけどね。で、滝川隊はその後を追うように回り込みます。で、今ね、交戦中に入っている藤方隊の救援に向かいましょう。森本隊はで、いい直森隊は都会して敵の中央突破を防ぐというところでいいかな。覚悟せよ。始めるぞ。やりたい。はい。足軽隊、踏ん張れ。まずは敵の一部隊を撤退に追い込んだ上でさらに改装させているんで、まずは津田秀政隊を始めよ。三好隊のお聞きくださる。追撃に当たらせましょう。ゲチオ、始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。すり出されてなければいいなってところだな。あとはね、なんか今のところこちらの目論見通りに動いてくれてると信じたいところなんだけど。まさか我らが奥の手じゃ。見せてやる。やりたい。はい。バカな。一旦引くぞ。策がある。さあ、次のターンでどうだ。後藤隊が完全に敵の陣、本陣をご命令ください。伺う勢いなので落としてもらった後だな。始めるぞ。ご命令を。張り付こう。で、津田隊はそのまま追撃に当たらせて、森重隊を敵の進行に備えます。こんなところかな。始めよ。で、敵の陣がね消え失せれば圧倒的に有利に戦えるようになりますからね。今ぞ放て。もう一部隊階層に追い込めれば戦いは決まるんだけどな。逆にね、後藤隊が先行しすぎているんで、後藤隊が攻撃されないように迂回しながら味方が集まっているところまで戻ってきましょう。始めるぞ。で、あとはね、敵の動きがわからないんで、動きがわからない部隊に関しては前線に息のね、集めていきます。止めてくれよ。この策で叩き潰す。ゲチオ、覚悟せよ。ゲチオ。さて、もう一部隊なんとかね、しっかりと階層に追い込めれば決まるんだけどな。奇襲攻撃を受けて戦意ゲージがちょっと戻された感じかな。策がある者がいると。
策で参りましょう。どうしたどうした、それでも物の負荷。策がございます。この策で叩き潰す。奥の手じゃ、見せてやる。策がある者がいるとのこと。この策で直盛を足止めさせて、もう一部隊なんとか階層に追い込みたいんですよね。この策で敵を欺か。撤退でももちろんいいんだけど。ゲチオ、覚悟せよ。敵の居所なんて知れておりますな。無理、こしゃくな。ご命令を。始めるぞ。ゲチオ、五島隊が敵中突破してなんとかね、ご命令を。たどり着ければまた戦況も変わってくるんだけどな。この策で敵を欺か。ゲチオ、覚悟せよ。ご命令よ。我が力思い知るがよい。足軽隊踏ん張れ。敵の居所など知れておりますな。さてどうする。津田隊がピンチなんで一度津田隊は下げよう。逃げ切れるかっていう話はあるけどね。策がある者がいると。ご命令を。始めるぞ。ゲチオ、始めるぞ。この策で敵を欺か。もう完全に戦意の削りゲームになってますからね。我が力思い知るがよい。この戦これで終わらせる。バカな。よし、津田隊はなんとか戦場を離脱できたかな。策がある者がいると。よし、これで次のターンでもう一部隊階層に込めるんで勝利は決まりそうですね。今ぞ放て。で、松永久秀とは同盟を結んじゃおう。わしの作る世、日輪の世にするぞ。かたじけない。どうなったかというと、ちょっと見ておきますか。松永久秀が茂木さんと高屋を持ってるんだな。ここはなんとか取り込みたいですね。だけどまず飯盛山はしっかりと報告いたします。取りましょう。先月の収支は1ヶ月で切れるんだ。これより表情を行う。長政、秀吉、朝比奈。おっと、刑事の内容もちょっと見たかったけど。かような策はいかがでしょう。領主選別はできないから免疫推進入れとく。まああんまりね使う予定はないですけど、この辺りは。でそうすると外交なんですが、まずは親善だな。松永久秀に対しては親善で同盟可能なところまで一気に持っていきましょう。どうする。小六あたりを入れておくか。まずは飯盛山を取っておいて、茂木山、高屋、この辺りになりますね。まあ、松永久秀がどっちにつくかというのはあるんですけど。で、兵糧がそこをついたな。使いの者が来たようです。三好から交渉。
兵糧3万5千を五段城と拒否。よしろ、わしがいただくぞ。でその上で戻ろうか、騎乗させよう。全くもって米がない状態になってるんで、ただ機内でねしっかりと拠点を得たというのは大きいですね。報告いたします、先月の収支でございます。そしたら忘れないうちにやることをやっておきます。まずお金はあるんで兵糧を購入しましょう。でその上でお金があるんで鉄砲も購入します。取引を行いましょう。軍馬も買っとく。この際取り計らいます。で交渉です。筒井は何、心象が低すぎるって。じゃあ筒井に対しては同盟可能なところまで持っていきましょう。元位貞勝小六長秀、庭長秀だな今ここで活躍していないのは。で飯盛山がそうするとちょっと孤立しちゃうのか。三好とねここで一旦講和しとく。講和して筒井と市議山と飲み込んでおくというのも一つの手ですよね。どうしようかな。どうしてもねお米がないんで今だと。旗のせっかく従属してくれたのに旗のを守りきれない恐れが出てくるんですよね。筒井あとは松永、この辺りを味方に引き入れるのか、それとも敵対して一気に滅ぼすのか。まあ、三好の勢力がまだまだ邪魔くさいんですよね。ただ三好と一旦講和をしておいて、講和している6ヶ月の間に筒井と松永久秀を滅ぼすっていうのが一番手っ取り早そうだな。その策でいきましょう。じゃあ講和しちゃいましょうか。かしこまった。金銭3000、全然いいよ金銭3000だったら。で9月になって米が入ってくるので、そしたら筒井と松永これを一気に滅ぼしましょう。報告いたします。まずはでは交渉で別所に対しては兵糧を要求。これで同盟が結べればなおよしですね。赤松に関しても同じです。で行軍していきましょう。宣戦布告していきます。まずは筒井。俺の波動を阻む者生かしてはおけぬ。さらにもう同時にね宣戦布告していきます。俺の波動を阻む者生かしてはおけぬ。6万5000も兵割く必要ないよな。まあ2万ぐらいあれば十分なんで、まあ一応余剰させるとして勝家、半兵衛、利光、この軍勢で十分でしょう。後に続け。で市議山に兵を集めます。5万5000。まあこっちの方が重要ですね、どちらかというと。これで筒井、あとは松永していて、ここをね一気に飲み込んで、そうか、別所は家宝が欲しいと言ってきたか。じゃあここは再交渉しましょう。筒井から交渉、講和する必要はないんで筒井は滅ぼします。
告いたします。これより表情を行う。足利との同盟も切れるんだな。あんまり嬉しくないね。一気にこうやって同盟が切れていくっていうのは。騎馬隊はね、今あんまり騎馬がいないっていうのはあるんですけどね。しっかり入れられるところに入れておいてだ。まずは取引で兵糧を購入して、軍馬も購入して、で鉄砲も購入しましょう。で神前、足利は神前が全然低いな。なんとかしないとこれは。承知いたしました。まあ、いろんなところにね、ひたすら使者を送っておくっていうのは、まあ、悪くはない。結局それを使うかどうかは別ですけどね。包囲するぞ。金銭28,000か。お金はあるから、まあ一旦承諾しとこう。足利とは同盟が切れてるんで、このあと足利との親善の結果次第で、兵糧外交で再びやっていきましょう。松永久秀から高谷城を織田家に譲渡してくれるって話だけど、これは松永久秀は三好家との講和停戦中の間に滅ぼしたいので無視しましょう。で、武田と影虎か、まあ、ここは武田についておいて間違いないだろう。さあ筒井は滅ぼしましたね。全員同様でいい。で勝家の軍勢、これをさらに高谷に持っていきます。後に続け。包囲するぞ。で指揮山取ったね。そしたら数正の軍勢はもうここで一度騎乗させちゃおう。勝家の25,000で十分に城は取れるかなと思いますのでね。まあいいタイミングで三好に長吉が死んでくれたおかげで一気に3つの城が転がり込んできたっていうのは大きいな。そしたら配属はね、このあとバーッと委任してしまって必要なところだけ入れておきます。ではここは合戦で一気にね勝敗を決めていきましょう。そうか、数が少ないんで本陣切り込みで一気に久秀の首を取るっていうのが一番早いかな。久秀660しかいないんで、これをね一気に取りましょう。味方の数がちょっと少ないですからね。これそうか、決戦を回避しといた方が良かったな。今思えばね、今更ですけど。敵の居場所が知れました。やりたい。さあ久秀がどこにいるかな。策のある者がいるようです。策のある者がいるようです。我が策、ご覧ください。やりたい、前へ。放て。さあ敵中を突破して一気に久秀の本陣を狙います。いたな久秀。始めるぞ。敵の居場所が知れました。お覚悟願います。今は引こう。
やりたい前へ、やりたい前へ。策のある者がいるようです。策のある者がいるようです。我が策ご覧ください。切り込め。やりたい前へ。さあちょっとね、ひさひでにたどり着く前に足止めに伺ってますけど、一度噛みついちゃえばこっちのもんですからね。まあ、久秀を傘下に加えられればかなり大きいですね。まあ、信長の陣営の方はね、ただでさえというか今の時点でもかなり優秀な家臣団が揃ってますけど、その中でも松永久秀は多分上位に来るぐらい優秀な能力持ってますからね。まあ、筒井家では島左近が入ってくるっていうのも大きいし、筒井松永両家を完全に組み入れられるっていうのは大きいですね。さて、見つぶしてやるぜ。放て。次なる戦も必ずや勝つ。片付けない。この城もらい受ける。はい、というわけで、筒井松永両家を完全に、組み込みましたね。これで畿内でもかなり勢力が広がってきたんじゃないかな。この後は三好をさらに追い込んでいって中国地方の計略に取り掛かりつつ、越前の浅井朝倉この辺りもね、攻めていくっていうところになるかなと思います。というわけで時間がね30分ちょうどいい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。